しい。うん。千年後のババリ星ではこんなことはもう起こっていないといいのだがな。時間を自由に移動できるというのは本当ですか？うん。ただし未来だけだ。未来に行き、そして元の世界に戻るのみ。時間を遡り過去には？それは不可能だ。できたとしても厳しく禁じられている。歴史を変えてしまうのは常に危険がつきまとう。箱の中にあった色違いの指輪を覚えておるな？はい。あれらは歴史を変えて別の世界ができてしまったために生まれたものだ。歴史？別の世界を？上の段の指輪は数年前に一つ増えたばかりでな。また別の世界を作った者がいるようで、まったくどこのバカ者の仕業やら。ではそろそろババリ人の未来を見に行くとするか。はい。と言いたいところだが、時の指輪を使って時間を移動できるのは海王神の資格を許された者だけだ。まだ見習い中のお前は行くことができない。それではこいつに付け替えるがいい。今だけお前も海王神に昇格だ。ありがとうございます。左耳につけるんだぞ。間違えるなよ。右耳と左耳だと我々は合体してしまうんでしたね。うん。合体し一人の強力な海王神になれるのだが、二度と元には戻れない。どうだ、私と合体したいか？いえ、それはまたの機会に。では時の指輪に向かって千年と命じるのだ。千年。どうだ、噴火らしきものができ始めているじゃないか。